今日はこのライカ Q3 の初期設定のご紹介をしたいと思います。でまずは静止画から設定していきます。まずはですね、ドライブモードは1コマにしておきます。いろいろ撮影方法があるんですが、インターバル撮影もあるのでタイムラプスも撮れますね。でフォーカスはインテリジェント AF とか、なんかいろいろあるんですが、ひとまずインテリジェント AF にしておきます。 AF モードは、デフォルトのフレームのままでいきます。 AF の補助光はオンにしておきますと。でフォーカスエイドはオンにして、レッドで、ピーキング感度は中にしておきます。フォーカスエイドというのはフォーカスしている部分を、教えてくれる機能だと思います。今回はフォーカスピーキングをレッドにしているので、フォーカスしているところが赤く表示されると思います。EVF 使用時にタッチ AF はオフのままにしておきます。多分これオンにしておくと、なんか間違って触れて誤作動するような気がします。速攻方式はハイライト重点にしておきますと。ハイライト重点にしておくと明るいところをベースに光の調整をしてくれるので、白飛びをするということがほぼなくなるんじゃないかなと思います。で黒いところは影として残るので、ライカらしい写真が撮れるんじゃないかなと思いまして、僕はハイライト重点にしています。 ISO ですね、オート ISO とか、それぞれ設定できるんですけども、10万までありますね。これ10万にするとどんな写真になるんですかね。ひとまずオート ISO にしておきます。でオート ISO 設定をこちらでできるんですけども、 ISO の最大値とかを設定することができます。なのでオート ISO で撮影している時に、この設定値よりも上にはいかないという ISO 値になりますね。なのであまりこう ISO を上げて、画質を下げたくないという人はここで低めに設定したりするといいんじゃないかなと思います。ホワイトバランスはオートで、静止画記録形式はもともとは、ロープラス JPEG なんですけども、日常的な写真を撮るときは JPEG にしています。気合を入れて撮るときは、ローか、ロープラス JPEG にしています。ローの記録画素数は L ですね、60メガピクセルです。JPEG の設定は L にして、ノイズリダクションは低いままで、この辺はデフォルトです。撮影モードのシーンっていうのがありまして、僕は PSM モードにしています。PSM モードにしておくと、プログラムオートかなと A モードと S モードとマニュアルを自分で設定するような感じになりますね。で、ソニーみたいに A モードにするとか S モードにするとか、そういう設定はなくて、例えば絞りをオートにして、シャッタースピードもオートにしますね。この場合は P モードに変更されます。で、例えば絞りを固定すると、こうなると自動的に A モードになります。で、次に絞りを A モードに戻して、シャッタースピードを例えば固定すると S モードになります。で、絞りもシャッタースピードも固定すると M モードになります。なので自分で設定したモードがこちらに表示されるような形になります。では次いきます。3ページ目ですね。シャッタータイプをハイブリッドからメカニカルシャッターにします。でノイズリダクションはオフにしておきます。で次に撮影アシストですね。でこちらは全部オンにしておきますと。でモニター設定のアイセンサー感度っていうのがあるんですけども、こちらを低いにしておきます。これね、使っていてね、ちょっと気になったんですけども、アイセンサー感度を高いにしていると結構頻繁にモニターの表示がね消えてしまうので、低いにしておいて、結構近づいてもモニターが消えないようにしています。写真に関してはざっとそんな感じですね。はい。で続いて動画に移ります。速攻方式はハイライト重点にしておきます。動画と静止画をね別々に設定できるみたいですね。で動画の画質記録設定、こちらは MOV の、C4K の、下の方にある、23.98fps ですね、こちらにしておきます。400Mbps422.10bit になります。動画撮影設定は
動画ガンマを、L ログにします。でもう一度押して、設定のところに行きますね。でそうすると L ログの設定ができるので、こちらで設定をします。 L ログのラットプロファイルを当てることができるんですよね。でこちらをオフにしておくと、まあ、よくあるログの眠たいような映像になります。でこちらに例えばナチュラルとかクラシックとかデフォルトでね入っているものがありますので、こちらを設定しておくと映像が、まあ、ログの色から、まあ、ナチュラルに変換された色になります。でこちらにラット1、ラット2、ラット3っていうのもあるんですけども、こちらはオリジナルで設定できるみたいです。ただこちらで設定したラットというのはカメラの中で見ると色がついて見えるんですけども、こちらのデータを Mac とかに入れるとログのデータのままになるので、編集するときにラットを当てる必要があると思います。で、まあ、動画ガンマを L ログじゃなくて例えばオフにしてね、まあ、普通に、まあ、色味をつけた状態で撮りたいという人はオフにして動画のモードでナチュラルとかビビットとかモノクロとかいろいろありますので、まあ、その辺設定するといいんじゃないかなと思います。撮影アシストはオンですね。これは先ほど静止画で設定したものが引き継がれているみたいです。まあ、おそらく動画特有とか静止画特有というような設定に関しては独立していると思うんですけども、モニターの表示とか全体の設定はおそらく共通化されているんじゃないかなと思いました。で、まあ、ざっとね設定してきたんですけども、最後にこちらの設定を保存しておきます。こちらにね人のマークがあるんですが、こちらをねタップしますと、まあ、僕もあらかじめもう設定したものがこのユーザー1っていうのがあるんですけども、初期設定ですとこの×と、デフォルトプロファイルっていうのがあって、でこれ間違えてこのデフォルトプロファイルに設定しちゃうと今まで設定したモードがデフォルトに戻っちゃうんですよね。まあそうなった時に元の設定に戻れるように、今回であればこのユーザー1っていうのが僕はもう設定してあるんですけども、この設定をしておきます。でこの設定の方法はメインメニューから、まあ、下の方に行って、でこの3ページ目にあるユーザープロファイルを押しますと。で、まあ、僕はすでにユーザー1は設定しているんですけども、下の方に行くとプロファイル管理というのがあるので、ここをタップしますと。でプロファイルの、保存ですね、保存をして、まあ、今ユーザー1は使用中になっているんですけども、まあ、自分の好きなところに、まあ、2とか3とかに設定して保存しておくと、一番最初の画面のこの人型マークのところに、まあ、このユーザー1っていうのが現れて、まあ、すぐに設定することができますと。なのでここに自分の好きな設定をね保存しておくといいんじゃないかなと思います。っていう感じで今日はライカ Q3 の初期設定のまあ紹介でした。まあ、簡単な動画なんですけども参考になれば幸いです。